気がないですけれど。なんか全然あれだ、ちょっとわかんない、ちょっと待ってね。なんの、いや違う、いやちょっと気になることがあっただけだから、気にしないで。いや気にするけど、ちょっと気にするけど、まあいいや、調べるか、さすがに。まあいいや。ということで今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様です。こんばんは。ちょっとねお仕事が続いてて相変わらずの感じですけど、あまり
いや、あんまりあれです、いや、やめよう。そうか、時間ないのか。なんだろう、なんか面白い話、いや、ないな、ちょっと待ってね。メールとか、メールとかでしか、そう、メール、昨日、ちょっとごめんね、待って改めてね、昨日の優しさの重さ MV 解禁配信ありがとうございました。MV が公開されて、みんなが応援してくれたショールーム選抜になれて、それで撮れた MV だったので、すごいファンの方が喜んでくれているのを見れて、配信とかツイッターとかでもすごい嬉しかったですし、すごいやっぱり楽曲を届けるとか MV とかの作品を届けるっていうのができて、すごい嬉しかったですめっちゃテンションテンション低く違う、ごめん、違うのよ、違う、別に、いや、いいの、いいの、大丈夫なんだけど、そう、いろいろね、なんかあんだけがっつり MV に映るのは多分初めてだから、まあ始まりの歌とかあるけど、まあなんか始まりの歌は本当に歌ってる MV だからちょっと違うか。そう、なんかいわゆるちょっとこうストーリーチックなミュージックビデオっていうのは
そう、初めてで、でカホがおすすめしてくれたサビ終わりのところは自分で見てもね、いい表情してましたよね。動揺、ちょっと悲しんでるというか、うまいわ目線目線外した感じ上手にできてましたね。そう、あれはね別に指示があったわけじゃなくて、シチュエーション、こういう風に言われるっていうシチュエーションなんだけど、別にここでこう目線外してくださいとかじゃないけど、うめー、演技うめーあんま自分で言うもんじゃない。うん、まあ別に言っていいと思うんだけど、あれはあれですね、そう、一応演出家さんからの指示、監督からの指示としては、その楽曲の内容、なんかそう、彼が誰か女の子と歩いてるのを見ちゃったんだよねって言われた時の顔です。いや、告白されて好きですって言われた後にあの顔は絶対断るじゃん。そんな冷たいくないでしょ。歌詞の通りです。ちょっとあんまりね、そういうちょっとなんか裏話みたいなのしすぎてもちょっとあれですけど、あそこはそういう顔です。ああそうなんだみたいな、そうそうそう、そう、撮影のスケジュールはあのショールームをみんなでしたから、多分あの皆さんはご存知だと思うんですけど、ちょうど舞台終わってすぐとかだったの。だからね、もうお芝居モードガチガチだったからねそうそうそうお芝居モードガチガチだったからね、そう、なんかスッといけたわ。そうそうそう、でそう、まあいろいろ他にもね、こう5人で踊ったりとかもしてて、そう、楽しかったですよ。その日一番最初の撮影がダンスだったから、すごいね集中力があってよかった。いつも結構ダンスシーンがねラストだったりするんだよね。優しさじゃない、渡り鳥とかそうだったんだけど、そうダンスシーン最後だとね、みんな疲れてる状態でやるから結構ね効率がよろしくないんですよね実は。うん、そう、そうそう、でさ、今発売してるプロデュース、セルフプロデュース生写真が実はその今月、先月末ぐらいから発売されてて、あの実はあのあれ、その優しさの重さの MV のオフショットなんですよ。で私さ、12月28日発売で、で最近セルフプロデュース生写真が出るのが次の月始めだったから、だからそう、いやどうせ先に MV 出るだろうって思って提出したの先月の初めに。そう、そしたらMV 公開よりだいぶ前に販売され上がりまして、え、待ってみたいなやばいやばいっていうか、嘘やん、確認してると思ってたわみたいな、すごいちょっとあの一言ですけど、そうビビり倒しまして、わやったわって思ったんだけど、多分誰も気づかなかったんでしょうね。でもまあちょっと間に合ってはいるので、明日の昼まで、明日の1時とかまでかな、なので、はい、よかったら、実はこれはオフショットでしたっていう、いや本当に MV の方が先に投稿されると思ってたの、年明けとも知らなかったし、 MV の投稿がなんか、まあ、発売日頃かなとか思ってたからさ、そう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 、
ビビり倒しました。うん、そう、まあね、別にがっつり衣装とかじゃなかったからいいけど、びっくりしたわ本当そうそうそう、まあっていうのもあったりして、ぜひ。で、明日までといえば、あれは明日までですよ、サイン生、生写真、サイン入り生写真、お名前付きサイン入り生写真の LINE ライブの配信の特典が明日までの受付となってますので、よかったらご確認くださいませ。あ、そう、ジャケ写も一緒か。そうそうそう、ね、まあちょっとツイッターとかも改めてやろうとは思ってるんだけど、ね、ありがとうございます、たくさんね、生写真、なんかさ、生写真とかも気づいたら発売されてるからさ、あんまりあまりね、そう、あ、この日までだったんだってことよくあるんですよね。これから夜行バスに乗って新潟に向かいます。これから？どういうこと？し、周年公演ぜ？明日って何かあったっけ？あ、明日なんかあるじゃん。違うわ、待って、これさ、多分告知していいよね。待って、そうだ、めっちゃなんかどうにも上がってないからすっかりだったけど、明日あれじゃん、明日もエッサコイさん私出てます。明日もエッサコイさん私出てます。はるちゃんとみゆと3人です。はい、ぜひ ご聞きください。結構ね、めっちゃ喋ったんだよな、確か私めっちゃ喋って、で、すっごい時間オーバーしてた気がする。あ、もう時間です。はい、ありがとうございましたちょっとそう、もうこんな時間だった。はい、ということで壇上読みます。13位くじちんさん、12位ひのひのさん、11位あずきさん、10位けいさん、9位米沢次郎さん、8位突破球さん、7位たむひろさん、6位太郎さん、5位ベロさん、4位ひよりげたさん、3位ゆかおしじいさん、2位しんいちさん、1位とうごさん、ありがとうございます。ということで、ぜひぜひお聞きくださいませ。ということで、今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様でした。また明日、おやすみ村、バイバーイ。